ヌーチオ・ベルトーネとチャック・ジョーダンとマルザャル、ミューラ、ブラボー・ランボルギーニ・ブラボーは、マルチェロ・ガンディーニが、ベルトーネ在籍中に発表した、ランボルギーニ名義のコンセプトカーである。発音は、ブラボー。サイドビューイタリアでのブラボー・ウラッコの後継車種を見据えて開発され、1974年のトリノオートショーで発表された。3.0L の、v、があった8気筒エンジンを搭載し、 延べ27万キロメートルにわたるテスト走行を行ったが、生産には至らなかった。角張ったデザインや窓の配置、ガンディーニの手癖とも言えるリアホイールアーチの形状など、スタイリングの多くはカウンタックから着想を得ていたが、インテリアは大幅に簡略化されていた。1987年にはベルトーネ製のフィアット X1、Q のコンパニオンカーとして生産が検討されたが、 これも実現することはなかった。シ,ャシーナンバー4601はベルトーネ博物館で保管された後、2011年5月21日にオークションにて58万8000ユーロで落札された。なお、シ,ャシーナンバー4602は1976年にクラッシュテストに供されており現存しない。カンパニオ製の5つ穴デザインのイブラボーホイールは、 リボルバーホイール、テレフォンダイヤルホイールとも呼称され、特別オーダー社のウォルターウルフカウンタックで流用採用され、以降その量産タイプとも言えるカウンタック LP400S で正式採用、LP400S の途中でデザインが若干簡素化されたが、カウンタックアニバーサリーまで丸いつつ穴のホイールデザインのイメージは踏襲、採用され続けた。 裏っ子の後継のシルエットでも純正採用、さらに後継のジャルーパでも履いている個体がある。ありがとうございます。